の最高のシリアってどうしよう。4年の箱根じゃね、原監督もね、最初のオーダー1個下田だったよね。これは1個は絶対下田じゃないと。最初は僕にさ、決めたさ、最後の1点はな、最後の1点久保田なんて25大学ぐらいじゃない。最終4つぐらい絞って、そのやつ教えてる。化学生や行きつけ、行きつけ初です。初なんですね。感じるね。馬鹿にされてるとしか思えないの。今待てない。待てた。待てた。それ使ってる。もうここ使っていいから全部。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ビールはこれずっといつも言ってんだけど、最初の一口は一口だけにして3分間待って方が酔いが回らないし。誰情報テレビか。わさび3分待てるやつ。まあ待てないですよ。まあ結果ね、最初のそのグググッがうまいっていう話です。いただきます。普段家で飲む。家な。家で飲む。家で飲む。たまに。何ビール飲む。ハイボール。うん。炭酸と何か。ハイボール何？メガネ。なんかコストコのでかいやつ。ハイボール。コストコはハイボールかな。ああ、ウイスキー置いたり。なんか美味しい。確かに家族いたらコストコいいよね。うん、実家とかお兄ちゃんとかめっちゃ言ってるもん。はい、まあでもやっぱ安いのか高いのかよく分からんけど、なんでも美味しいのが多いな。うん、まあ楽しいよね。うん、そう見て回るだけでね。うん、なんかすげえこのさ、指輪してたらさ、めっちゃ突っ込まれそうで嫌なんだけど。逆にいいでしょ。いい、それはいいでしょ。だって出すで結構します。ついに彼女に結婚します。大丈夫、ぬるっと結婚発表。大丈夫。しません。久保田結婚したのいつ、何年前。コロナ前だから2019とか。うん、2019に式やった。うん、そうだ。うん、まあそうじゃん。しかもあの時もコロナ始まってたよ。いや、東京ギリで九州はね、なかったんだよ。そう、あれ東京終わった後だもんね。うん、マラソン終わった後。そうそうそう。で、俺がケニアから帰ってきたらいきなり日本でコロナ始まってて、うん、で、コロナ、それあれケニアとか。そう、で、東京マラソンもあれエリートだけに一応なったもんね。うん、エリートだけになって。そっか。で、ほんとにギリギリ、あの時まだね、そういう自粛とかあんまなかったもんね。そう、でも一応その結婚式前にもう来れない人は来れないでいいですみたいな、ああいう案内が出した。気にしないでください。でもみんな来てたよ、普通に。原監督も来てたよ。そうそう、あのだから中電組が来れなかった。中電、あ、高橋さんと心君。あ、そうだっけ。うん、そう、ごめんって。もう会社で禁止っていうか、ダメになったから、ファミリーの子だし、言うば、いいかにって。違う、全然夜でもさ、結構伸びにせよ。結婚式終わってからもさ、でもつなびあいってさ、お父さんちょっと顔出してくれたけど、そう、あれからも俺は飲みに行ってくる。うん、だから結構あれが最後の飲み会だったっていう人が多くて、会社でも。あ、でも、うん、あの後からもうギリギリだよね、本当に。4月からは会社もダメってなったし、だからあげられてよかったな。すごいね。結婚式ってさ、自分やってみてさ、やってよかったって、そのどう思う。思うてか集まれる機会がないから、うん、まあみんなにね、う報告する場だもんね。う、実際こう一斉に報告できるし。でも、まあ、メインは奥さんでいいもんだし、うん、まあ、全然会
身近な人に呼んで、うん、あとどこまでその友達を呼べるかっていうのは、うん、キャパシティみたいなところはあるけど、うん、奥さんがやりたくないって言ったらどうすればいいんだろうね。うん、なんかじゃあ新婚旅行がてら写真だけ撮り行こうとかありなんですね、ハワイとか。もうちょい多分最初ぐらい声出した方がいいと。あ、出した方がいい。ちょっとささやき声になってる。あ、本当ですか。うん、がいいじゃん。がよくない。まあまあ。ぬるっとね。自然でいいけど。ってる感じが全体でいい。いいと思う。で、YouTube さ、何初？俺何もないよ。一回も出たことない。出たことない。何の YouTube にもない。マシキのあれぐらい。あ、ちょっとニュース。あれニュースだけど。久保田のマシキのニュース。めっちゃ回ってる。違う、じゃなくて地元の地元局。マジで2万、まだ5万再生。めっちゃ数字持ってんじゃん。でこれじゃあ5万目標でいい。クソ悪口書かれてたけど。そう丸い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 みたいな。あー、ストッカーストッカーカーボローリング中だ。事実だからね、それは。でもあのニュースの回り方を見て、うん、久保田和真が今何をしてるのか気になってる人が多いっていうのが伝わってきた、うんうん、確かに、せっかくだからさ、その今のさ、現状をさ、やっぱ知らみんな知りたいと思うよ、何してるのかとか。現状あと現状の仕事を言えるでしょ。別に言えるとりあえず九電工はもうやめてるもんね。九電工やった九電工やめて、うん、今はスポーツ施設の管理運営をしてる、うんうん、福岡のね、福岡の会社で、本社は東京で。あ、本社東京なんだ。そう。じゃあ東京電気になる可能性あるかも。望まない限りはない。望んでこい。まああと、まあ呼ばれるってことがあるのか。まあ今まで特にそういうのはなかったみたいだけど。まあでも希望したりすれば空きがあればいけるかもしれない。まあそんな決定権ないから。で、その子会社、100% 子会社で福岡にあって、はいうん、で、九州を中心、まあ、九州のスポーツ施設を管理運営している会社の営業をしている、うん、やってんの仕事楽しいの仕事してる営業何するの、ここ使ってくださいって、この施設でイベントありませんかって。あー、それはね、そういう感じ施設ごとにやってもらってて、うん、その新しい施設とかをこう、うちがやりますっていうような営業。ああ、管轄をうちにしませんかっていう。そうそうそう、あの結局公共のスポーツ施設だから、うん、普通の流れでいくと、まあ、その市だったり町だったり市町村だったり県だったりがそのまま運営をするけれども、うん、その代わりに民間に任せませんかっていう、任せたいと。だからそれをいろんな会社が集まって、うん、うちがやりますっていうところで手を挙げて、うん、プレゼンをして決めてもらって。ああ、なるほどね。そう、自分の会社の持ってる施設でさ、イベントとかやってんじゃないの。そう、だから去年は福岡市の体育館で、うん、福岡マラソン前に2ヶ月間か2ヶ月、イベントっていうよりは教室館の教室をやって。それも久保田が回すことでしょ。そう、ね、あと社員に三つのとこりがいるから、はいはい、一緒にやってもらう。一緒だね。なんかそういうので実績上げてさ、東京来るしかないでしょ。なんで東京に呼びたいの。いや、みんなあれだよ、本当望んでるから。あ、そういうことね。その教室とかをね、そうでね、レッドランニングクラブのさ、スタッフに入ってもらう。いや本当にでも、この合宿来てくれたじゃん、レッドの合宿、うん、でももうね、みんな久保田のことも大好きだから。いやでも、あそこはあの人だと人がいいじゃん。いや、そのね、まあ人もいいんだけど、うん、なんて言うんだろうな、やっぱその久保田にはそういう魅力がやっぱ俺あるんだなっていうのを再認識した、本当に。もちろん大学時代の活躍を知ってて、うん、いや久保田さん来てくれるんだってなったのもあるよ、うん、でも、本当それ多分2割3割ぐらいだよね、多分ね、うん、3割ぐらいかな。まあ確かにけど、まあ大学の結局同期でやってて、でその選手があの
今も引退したんですけど来てくれますって言って来て、まあ、当時のことは、まあ、あんま覚えてないけど、うん、じゃあその大学で一緒だった人が来ましたって言って2泊3日で関わりますって言ってもみんな大好きなのに書いてたこれね、でもね、なんかね、当たり前のようでね、当たり前じゃない気がする、うん、人からなんかこう、好かれる感じというか、しかもなんか向いてる気がする、すごい。なんか、最初の初日、ジョグだったじゃん、の時のなんか、寄り添う感じとかが、やってんのかな、普段やってんのかなっていうぐらい、だからそんな経験ないじゃん、そういう大人の人とさ、うん、まあ、そこでね、まだ経験ない。そういう自分で運営してるクラブとかさ、うん、まあ、そのスポットであるかもしれないけどさ、うん、向いてるなと思って。久保田は基本的に優しいから、ね、うん、確かに優しいよね。優しいよ。まあ、だから大学4年間で久保田がなんかイラッとしてる時とか見たことないもん。で、なんかあったそのなんか、わからん、原監督に対して練習メニューのとかのちょっとなんかみたいなのがあったかもしれんけど、その人間関係的なところで揉めたりとかなかったよね。まあ俺もないけどさ。しかも後輩からもさ結構慕われてたよね。で俺はさなんか結構なんかみんな喋るの怖いですみたいな感じでさ、一応とかになったらなんか1年生はやっぱちょっと遠かったかなとは思うけど、いやでもなんか来るもの拒まず感は、まあまあそうそうそ う, そうけど、俺がなんか話しかけた時の1年生のなんか反応と久保田が話しかけてる時の反応はやっぱ違った。そう、うん、だって梶谷とかもだって別に久保田になれないしかった。ああそうね、うん、そう、でも梶谷とか俺結構、あー嘘、うん、あー嘘、俺はそんな慣れ慣れしくされたことはない。あ、ほんと、うん、そうだ。え、梶谷はなんか結構フレンドリーなやつだなって思ってたから、まあ元はね多分性格そうなんだろうけど、俺はなんかそうだったけど、久保田はなんか仲良く話してるなって感じだったし結構故障者と仲良くなるからな、俺ら、うん、まあ、それがいいのか悪いのか置いといて、故障者久保田さんもあんまりトレーニングしてないから僕もやんなくていいわっていう楽な方にダメだよね、ダメだったね、あれは。故障者もな、まあ毎日気張っててもね、てかね、なんかすごい、今はどうか知らないけどさ、うん、やっぱ真面目じゃん、みんな。いや、今は真面目でしょ。いや、まあ、当時しか知らないから、うん、なんかこう故障してるやつら、うん、みたいな目があるわけじゃん、うん、まあ、反復はね、唯一俺それはめっちゃ感じた。やっぱ俺、疲労骨折だって大学時代4回ぐらいやってんだよ。これって普通じゃないから。そこまで我慢してやんなきゃ疲労骨折しないから、やっぱその、ね、言える環境にはなかった気がする、うん、まあ、あとは自分もその脱落したくないっていう気持ちはまああるから、まあ、結果自分が頑張っちゃうからっていうのもあるんだけど、だって故障者悪感すごいよね。すごすぎたね。そんな中で久保田がちょっと故障者も悪くねえぞみたいな。そう、いや、なんかそう、なんか あのあれは辛すぎるかなっていう、まあでも それがいいチームなんだろうけどね、うん、いや、ほんとね、だって集合ポイントの時のさポイントのスタートの2時間前集合だからね、確か。そう、いや、1時間半前か、1時間半前かってことは、だって寮から5キロ離れてるから2時間前には最低ではね、うん、出ないといけないじゃん。だからみんなよりも1時間ちょいぐらい早く寮を出発してみんながこうポイントでアップで5キロ走ってくるときにはもう死ぬほど補強してで、そっからなんか監督来て、なんなら今から練習始めますみたいな雰囲気でめっちゃ補強やってんのにで、終わってみんなより遅く帰らないといけないわけじゃん、うん、あ、そう、あ、そうだね。で、そうそう、で、しかもその1年とかはあの当時中野さんとかですね、うん、なかったですね、うん、あれ、2年から、いや、俺は3年から3年から中野さんが来たのは3年からだから、もう自分たちでこうメニュー、なんかこういうのがいいらしいっていうのを持ちやってたね。そう、先輩たちが持ってきてくれて、じゃあこれやってみようとか、うん、あれやってみようってやって練習組んで、うん、そうやってた。やる、まあ言い方は悪いけど、やれることが少なかったというか、うんうん、何を
したらいいだろうって。確かに勝者はもう決められたことでめっちゃやるから。そうで、まあ、そう、あ、歩ける人はいいんだよ。あ、それ、あ、まあ、ウォークとかね。そう、ウォークできればいいから。ウォークできる。そう。けどマジで歩くこともできない人たちって何しとけばいいんだろうっていう感じはあった。俺もでも一回ストレッチポールで寝てたらそのジムの人に怒られたことある。あーあ、青学の、青学のね。そう、うん、しょうがないよね。もう散々やったもん。そう、散々トレーニングやってるから、もうちょっとねケアで休むみたいな。そう、故障、俺とカミオかぶった、故障したあんまね、かぶ、ね、ってない。ないよね、奇跡的に、うん、俺が長いの4年の頭はだって走ってるでしょ。走ない、クボは走ない。俺走ってない。だってその時はかぶってるかもしれない。なんか一時期ちょっとろっとかぶったよね、うん、それ1ヶ月くらい、うん、俺4年ほぼ走ってないから。そう、4年生の時でもあんま顔だとかぶった感じないな。で、今度は一番怪我したのは2年じゃん、うん、で、俺2年が一番調子よかったから、うん、調子よかったというか、まあこうガーンって行った年だったから。だから駅伝で奇跡的に会ってただけなんだ。うん、だまあ2年駅伝走ってないでしょ。2年走ってない、だから 3、4年をね。そう、3、4年は逆に4年なんて俺は出雲出てないし、うん、そうかそうか、そうね。まあ、3年は出雲中止か。中止。出雲中止。全日本は3番。全日本3番。あ、そうそう。久保田が2区で優馬と最後競って。で、区間、区間3番 ?2 番だったか ?3 番なんか2、3番ぐらい。うん、で、復活レース。そう、あの時も久保田も全然練習しなくて。そうでもさ、あれ、出雲もさ、でも4区だったよね、久保田って。4区だった、4区だった。エントリーされてたよね。そう、いつもの段階でエントリーされてたけど、また怪我したんだっけ、あれ、あの後。いや、怪我はしてないから。だからあんま練習できてなくて。いや、そもそもが、そのいつものエントリー自体が、え、なんで俺選ばれたそんな感じだったのは覚えてる、すごい。でも俺、あの時の出雲が、ね、走りたかったよな。あのメンバーで、駅伝は本当にやりたかった。うん、分かるから。1区、小倉、2区が、結局川崎さんだったんだよね。最後ね、うん、あ、そうか、そう、風で変更になったよ。で、高谷さん5区になったよ。あ、2区川崎さんで風が吹くっす、うん、で3区一式、4区久保田、5区藤川さん、6区俺で、うん、もうこれ絶対勝てるわって言って中止だったから俺箱根勝つと思う。あ、やっぱあそこでもし出雲で勝ってたらなんか変な力みがね箱根の時にあったと思う。まあ、そう、まあ、分かんないけどそれは。いやでも、いつもはもう、いいんじゃない、よかったんじゃない、1年で勝ってまあ勝ってるから、そう。でもな、あのメンバーな、駅伝な、ね。でも、全日本3番で、なんか、おっ、いけんじゃねえみたいな、ありましたよね。なんか、まあそうだね、俺がアンカーで、第6のさんに抜かれたけど、俺もめっちゃ良かったから、第6の方が良すぎて、抜かれたけど。あの時の下馬評は明治が、明治、駒澤が優勝で、で、まあ明治が最強世代でしょ、4年生が、うん、第六野さんと有村さんとか、ウィンオスさんとか、で、なんかちょろっと八木沢さんとかダークホースぐらいの扱いでしょ、ね、そう、うん、で、東洋もまあずっと強い、ユーマとかで、田口さんとかで、で、どれアンカーで助けもらった時、2番で助けもらって3番の東洋の田口さんが15秒差だったで、田口さんからずっと逃げてた。で、結局田口さんには5秒差まで詰められたけど俺最後逃げた。で、安心したら第6のさ飛んできた50秒ぐらいあったのに。第6のさ、上手だよな、レース。いやー、そうそう。で、結果2秒ぐらい多分最後の競りで負けたんだけど、うん、その後のミーティングでよく帰って、まあ俺はまあ2番を3番にしちゃってるからさ、うん、責任感じるけど、みんなの、覚えてるこれ、ミーティング、みんなのミーティングの前で俺の走りを原監督がめっちゃ褒めたよ。へぇ、覚えてないわ。俺抜かれてんのに。でも区間、3番、うんうん、だったんだよ。だからオムワンバ、第五の3、俺そう、だったんだけど、あ、第五の3の方が前だったかな。第五の3は俺だったか、まあそこは分からんけど。で、原監督がすごい褒めてくれて、
ついてるんだから、嬉しかったよ、やっぱ。待ち受けしてたよね。ああ、そう、それね。結構長い。ああ、してた。そう。その時に大六さんに抜かれた写真を、あの駅伝大好きな女の子が、あの写真を撮ってくれて、かえちゃんっていう子がね、そう、写真撮ってくれて、すげえいい写真で、それを1年間待ち受けにして、4年の時それ特集されたわ。その待ち受けしてたっていうの、まあ、悔しさっていうのもただ待ち受けがこうその写真が良かったってだけなんだけど。でも俺は これを待ち受けにして悔しさを言ってた。それは覚えて言うでしょ。それいやストレッチのところも言ってた。今現役から何キロ太ってる？10キロ。ちょっとやっぱ徐々に増えてるかな。やっぱ一気に増える。20キロ以上はもう増えない。それ今のさ、15までいった。あ、じゃあちょっとやってたんだ。引退したらやっぱ太るのかな。太るよ。半年で10キロいって。食事量もさ、半年で10キロ。半年で10キロいった。それストレスじゃない。それは言えないよ。半年で10キロ太って、そこまでも太んないの。うん。1年で15キロいって。ああでちょっとこれはいかんなと思って、まあ、運動まではしないけど、うん、まあ、歩いて行ったりとか、ね、会員したりとか。で最初のさ15キロ太るときってさ、やっぱ食事量がは一緒な、一緒だから太っちゃうで、運動しなくなるから太るの。そうで、だんだん食は細くなっていくの。だからまあそれとともに体重はちょっと落ちたりもするけど、でも、うん、俺の場合、怪我してると、あんま食欲が湧かない、普通に。だからなんか体重太んないの。顔とかはちょっとむくむけど、むくむというか、まあ、ちょっと顔には出るけど。いや、走んない、なんか、怪我してるわけじゃないじゃん。で、まあ、作業に使うわけで。なんかそうですけど、そう。動いてないのに、脳みそはフル回転で、頭疲れてるね。そう。だから、なんかすげえ腹減るの。やっぱパワー使うんだよ。甘いもん欲しくないし、仕事してたら。でも昔から学生の時もね、チョコとかめっちゃ食べてたよね。俺はいつもチョコ、あの部屋にあったイメージなんだけど、アーモンドのさ。俺はお菓子は切らしたことないと思うよ。何が一番好きだった？アルコール。アルフォートか。まあでもアルフォートなんか悪くなさそうだよ、体に。悪くはない、まあ、まあまあ悪くはないけど、まあいっぱい食べるとな。でも俺も1年生の時アボカドの量入って、まあ、高校とかって結構厳しいじゃん、まあ、基本お菓子なんて量なんて、まあまあまあ、ダメじゃん。お菓子、まあ高校の時はもちろんダメじゃん、うん、大学になってさ、うん、俺最初デキさんとさ同じ部屋でさ、デキさんすげえカントリーマーム前にしたで、今ってカントリーマームってなんかちょっと前よりちっちゃくなってんだけど、うん、まあ、前の時って結構まあ1個の袋に、うん、まあ、まあまあ大きくて、うん、普通にほんと1袋とかなんか食べててこれ使えるか分からんけどえ、あのとお得用っていうか、そうファミリーバッグみたいな。これを食べるの。めっちゃ食べるな、この人。ずっと見せてた。やめられなくなるんだろうなって、まあ、お菓子ってでも癖だよね。俺全くお菓子食べないから。お菓子とか、菓子パンとか全く食べない。好きだわ。よりはなんか俺、普通に米とか唐揚げとか、唐揚げ棒とか、コンビニとかの、うんうん、ローソンの唐揚げくんとかの方が好き。お菓子食べるのは絶対そっち食べる。体にいいかどうかじゃあ、でも大学の時普通にご飯を食べてたじゃん。でお菓子はね、セーブしてったと思う。あ、でも、うん、お菓子も食べて、ご飯も食べる。うん、じゃあ何それが強さ。それがもしかしたら強さにつながったらしい。いや俺はね、もうダメでしょ。ダメだったと思う、うん、でも逆に青学ってみんなが結構ストイックだったから、
久保田さんみたいな人がいて、多分後輩は救われた人は何人かいると思うよ。あ、まあそれがいいのか悪いのかしら。いいのか悪いか置いといて、その、なんだろうな、あ、別にこんなガチガチにやんなくても大丈夫なんだみたいな。そうだ、まあ多分タムカズとかさ、多分久保田と部屋も一緒だったしさ、ちょっとその、なんだろうな、ゆるくやるところはゆるくやり、スイッチ入れるところはスイッチやりみたいなのはなんかあった気がする。先輩からしてどうでした？確かに久保田さん、まあ久保田さんは高校の久保田一個下の後輩で、久保田が入ってくるってなるわけだ。まだ入ってくるってなった瞬間とかさ、誘ったの？そんな俺から誘ってはないよね。でも聞いた。その、青学どうですかっていうのは聞いた。合うと思うよって確かに言ってもらったような。え、じゃあそれで最終青学にさ、決めたさ、最後の一手は何だったの？最後の一手、一手というか、まあ青学にしいよ。だってさ、もう久保田なんて25大学ぐらいじゃん。30大学かもしれない。30大学かもしれない。で、選べるわけじゃん。まあ、そうね。ありがたいことにね、いや、だからまあ、俺がずるいのは高校もなんだけど、みんなが大体出揃ってからどうしようかなってできたところなんで、後からね、後から決めれる立場にいたってことでしょ。でもそれはまあまあ、そうそう、待ってもらえれば、待ってもらえれば、そう、そうだから、まあまあ今思えばで、なんかね、いやいや、でも俺ら同期からしたら別に当然のことだし、で、まあ、いろんな、まあ、最初4つぐらいまで絞って、その4つ教えてよ。今のレギュレーション、まあ、青学、青学、早稲田、東海、東海、うん、あと明治。あー、で、まあ、早稲田は、うん、まあまあまあ分かるじゃん、そのね、まあ、大学のって、まあ明治、うん、もう、まあ、上にも強い先輩、うん、そうか、聞いてたよね。しかも鹿児島とかからさ、その大学九州から有村さんとか行ってたっていうのもあるよね。で、その東海は何？まあ、東海は、やっぱ、諸積先生がちょうど行くとき、行くときで、そうかそうか、やっぱ、あのね、佐久長聖っていうのを作り上げた人だったし、でも選抜の合宿とかで、そうそう、まあ、人となりも知ってるから、結構割れたじゃん、うつ、俺らの代。そうだね、そう、集まってないじゃん。明治も良かったし、そう、別に東海もまあ良かったよね、俺らの代良、かったし、で、まあ、東洋も優馬たち、まあ、早稲田高田そうとか、三浦、高田三浦柳とか、いますよね、上を見れば、まあ、ちょうど大阪さんとかも2つ上でいて、で、まあこう見て、青枠だなって思ったっていうところです。それ何か教えてください。まあ、もちろん、もうね、全学年に先輩がいるし。確かにさ、青枠のさ、まあ、俺は分かんない。青枠の九州学院の、だってせいやさんでしょ。その上、井上さんと福田さんでしょ。うん、そう、あの、その上いる？その上、青山さん。青山さん。だってそれ。ぬるい先輩だそう、好きだね、そのよくしていただいてた人たちが、うん、私、そう、みんなね、優しいもんね。そうそうそう、じゃあ俺のおかげってことはね。そうですね。まあ、だって久保田が正直入んなかったら、まあ、俺は、まあ、青学が正直早い段階で決めてるのね、うん、で、なんなら青学が強いから行ったわけでもなんでもないし、青学だったら箱根出れるかなと思って選んでるぐらいだから、うん、まあ、あと原監督も一番最初に勧誘来てくれたっていうので選んでて、そしたら後から3年の頭ぐらいに決めたら夏ちょいぐらいか南九州ぐらいで、インターハイ前だよ、うん、インターハイ前になって急に久保田が青学来るって言った時もう震えたもんマジで久保田とできんのってなったもん俺。え、だからもうユウマもそうだし横でもそうだけど、うん、そのもう知った中だったから、うん、そことは話さなかった？話してたし、あの一緒にやろうぜって言ってくれてたし、高田もそうやし、そう、高田と横田と優馬ね、そう、
でも別に一緒にはやるじゃなくてもいいと思う。そこじゃなかったんだ、優先順位的には。割れた方が面白くねって思ったのも事実。そう、はい、味方でやるよりもそいつらと戦うっていう、うん、構図の方が思ったなっていう、うん、しっくりきた。2人の最初の出会いは、うん、どうだろう。2人の出会いすら久保田和真は覚えてない。それなんですよ、この構図がね、わかりますよ、これ。僕は忘れもしない出会いがあるから。最初の出会いは、本当インターハイなの、うん、で、俺はもう初めてのインターハイ、うん、もう、緊張、ドキドキ、マジこれワクワク話、マジこれやばい。で、まあ、しかもインターハイ予選一組目、俺一組目だ、うん、で、久保田も同じ組でも青学はとその組に渡辺心とか橋本とか、うん、まあ、一向者の一式も、うん、まあ、だから後にすごいみんな集まったんだけど、うん、っていうメンバー揃ってて、まあ、諸角監督の息子とかね、うん、招集行って待ってて、そしたらまあ一組目の招集そろそろ締め切りますよみたいななった時に、一番最後に久保田監督の登場。どうやって？どうやって？で普通に登場してくるのはじゃなくて、まず高校生で厳しい九州学院なのに乱シャツを出して腰ベルトを首に巻いて、首にこうかけてぶら下げて、スパイクをこうやって持って、スパイクの袋をこうやって持って最後に来たから。でそれを俺はもうこう座って、先にも俺座って待ってるから、わー久保田和真来たっていうのを見てた。これを覚えてるのが嫌。いや覚えてるでしょ。そう覚えてる、覚えてる、覚えてる、やってた、やってたもん。やってたよね、そのジャージ。あ、自分も覚えてる。そう覚えてる、俺覚えてるな。で実際インターハイも久保田がなんか、まあ、後にこれは聞いた話だけど、周回数を間違えて仕掛けるところをラスト1000じゃなくて4600で仕掛けたんだよね。だから4600、はい、3800か、ああそうね、そうね、ラスト1000で行こう、800で行こうと思ったら一周間違えて、でもうそこで俺はもう終戦したんですよ。そこまで終戦だから。そうでも、ね、そのおかげで一式はタイムで拾われたっていう。まあね、早かった。ただ一式とラスト 150m 第3このラストの水濠の横は同じ位置にいたから、うん、あそうそう。で一式の仙台育英の監督、うん、阿部さん、うん、阿部さんが、うん、一式ブラスターって叫ぶ。でもうそれ聞こえるから俺で一式横にいた、ここにいたの一式、うん、俺ここ、うん、一式は外にいた。でブラスター一式ブラスターって言った時に、いや一組プラスねえだろって思って、もう俺はもうああって感じ。まあまあ諦めたわけじゃないけど、うん、もうまあ限界で、ね、スパートも なできる余力もなかったし、まあいつまあ、すごいから。そしたら150m 最後の 100m ボワーって行って、あいつプラス拾われたから、一組目から二人が出たよね。うん、多分そうじゃ。松田大河も あれもじゃない、あ違う、そうかそうか、松田大河と一式が多分出たんだよね。そう、一組目から二人プラス出て、そう、ああ、なんかこういう時にこうなんか勝負の分かれ目って出るんだな。諦めなかったらやっぱ何か起こるんだなっていうのは、うん、まあ、高校生ながらにちょっと感じてた。で、まあ、久保田がさ、別に余裕だから、もう遊んでるよね、普通に。遊ばれてるよ、こっちは。でも、その時は久保田、緊張とかしてないの？予選って緊張しない？予選緊張するの？いや、もう3年は緊張しなかったです。一緒に行った沖縄インターハイ、あん時、マジで緊張して。だから多分組ドン2ぐらいだったんです。うん、2年生の時。うん、あ、こいつなんだ行ってない、うん、てかもう15分何秒とか。知ってる、久保田あの 2000m 障害やってた。あ、それ日本人やからね。あ、世界、あ、アジアで行ったんか。そうで行ったよ、うん、行きました。絶対向いてないよ。はい、それで怪我とかもあったけど、そっちで南九州も出れて、インターハイ行ったんだもんね。あの、なんか特例枠かなんかで、ね、県予選を免除、そうそう、なって。久保田の、そういう意味では、2年の都大路だよ、やっぱり。
まあね、結局ね全国レベルでいくと、そう西池和人さん、市田さん、服部優馬、久保田ね、ラストもう数百メートルまで競ってね、お膳立てよね、西池さんがねここで西池さんが出てくるというでもやっぱなんか高校生の2年と3年ってさ、やっぱあるじゃん、大学の2年と3年とさ、ちょっと力の差でいうと高校生の2年と3年とかで全然違うからさ、うん、そこでやっぱ優馬と久保田の走りはね、俺はテレビで見てる側だったけど、こんなすげえやつだが同い年にいるんだなっていうのはめっちゃ思ってたな、うん、でもなんかあの時はすごい果実がね、すごかった世代で、まあ、そう果実優勝してるんですね、高田ゴールデン、ね、そう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 、だからなんかありがたかったな、県内にも外国人がいて、はいはいはい、で、ね、九州内のすごい選手たちがいたっていうのはすごくありがたかったなって思う、うん、1年生の時もね、あの、うん、東名にはユフさんとか、はいはいはい、大分東名ね、そう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 、だそのメンバーをやっぱ見てたから自分も強くなれたっていう、合宿ね、めっちゃ一緒にやろう、いいよね、やっぱ合同合宿ってさ、いや、めちゃめちゃ刺激になる、うん、あれはなんか、ね、そう、俺今配球見てんだけどさ配球見てる、俺もう、あの映画見に行った、俺昨日映画見に行ったあ、本当？そう、たまたまね、うん、さ2億年ぶりぐらいで映画見に行った生まれてねえじゃん俺映画行くの嫌いだからあ、そう、うん、でもまあ、昨日行ったんだけど、うん、なんか配球もさ、やっぱ合同合宿で強くなるやん、うん、やばいね、なんかあるよね、こう刺激受けるって、俺も高2で豊川工業の合同合宿に参加させてもらってやっぱ強くなったもん、うん、本当にあれで強くなったもん、なんかあるんだよな、なんかきつい練習もなんか乗り越えられちゃったりとか、うん、そう、なんか知らない他校の人が応援してくれるというか、うん、まあ、されたくはないんだけどされないように頑張らなきゃって思う、はい、うん、ところはある、まあ、あと多分みんなどっかしらプライド持ってるから、そう、ね、まあ、うん、なんかいつも一緒にいるメンバーの前で離れてもいいけど、なんかこう新しいメンバーといた時に負けたくないみたいな、ない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 、久保田のポジションってここで久保田和真離れんのっていう、なんかもうそのわざとで、わざとで、俺お世話したもんだね、わざとで一応 A チームで、特に A チームとかさ、なんかちょっとビリビリ、ビリビリ感あるじゃん、あ、ある、ね、で、みんなまあ主力で俺も一応や頑張ってやってたんだけど、真っ先に遅れようとするからさ、久保田、久保田せいやさんが面白い、いやもう、あのね、いや、こいつつけるけどなんか辛いふりしてんなって、こう首傾いてやつ、傾くよね、首にこう大感冒でね、いや、だから嫌いなんですよ、まあ確かにアップダウン、あれ主にアップで、でも確かに実際もさ、その時はさ本当はつけるけどやっぱ離れたの、本当にきつかった、いや、本当にきつい、まあ、本当かい、その時はね、いや、本当そうですね、今考えたらもう結構やばいメニューだよね、いや高校生で20-20とかでしょ、そうそう、ああ、朝午前、朝午後ね、うん、きつかった、だからもう、それでも精神的に鍛えられるって感じだよ、間違いない、うん、フィニッシュでもいい気がするけどな、なんかその合宿でみんなと一緒だからできるじゃん、うん、自分でやれって言われたってさ、なんか厳しいけどさ、でそれをでも一度3時でやるわけでもないだろうし、まあ、10kg PT かね、3周 PT かね、やりましたよ、ああ、大感冒で、大感冒で、あの、探しに来られるぐらいドベだったそれはわざとわざともう、あの、一周目で心が折れてしまってわざとだよ、大学の時もだってもう朝練の、ジョグも青学って決められたね、うん、集合を走らなきゃいけないっていうのがあって必ず最後に帰ってくるもんと高橋宗司高橋宗司と久保田和真が結構宗司さん遅かったっけ、宗司さんはね、遅かった、うん、でも俺よりは早かったよ、多分まあそうだね、うん、同じぐらいで最後の最後で帰ってくる、うん、助かってた部分もあると思う、助かってたメンバーはいたと思う、いたと思うっていう
だし俺もそんな上げる側じゃなかったから、そう真ん中ぐらいだったね。俺は真ん中ぐらい、基本真ん中ぐらい、キロ4を切るっていう。だって3分20とか10とかでさ、朝からさ走るからさ、そんな行かなくていいでしょっていう考えだったから俺は。集団走もさ7人ぐらいで、ね、6人そうで、久保田が最後の集団を率いて、俺3番目か4番目だったんだよ。でも抜かれていくじゃんで最後にそうだったな。だからさ、なんかこう俺を待ってる人たちがこういい、ね、そわそわしてて、溢れたやつらが空いてなかったみたいな。いいよね。俺はもう気にせずいつも1番目か2番目の集団とか結構聞いてたから。まあなんか一番ね、先頭キャプテンみたいな、まあそんな感じだった。あとね、俺はだいぶ小倉が言ってた、基本。基本小倉とか言ってたな。なんか聞くの結構引いてたよね、神の、うん。俺もまあ引いてた、そう。一式小倉は引いてたよね。そうで、心とかもまあ空気読めるから、うん、まあ、前と合わせてくれたし。じゃあ、久保田に聞きたいコーナーやっていく。俺は、一個聞きたかったのは、で結局さ、青学に入りた、最後入った決めた、言ったっけ決めては、まあ、ざっくりあ、でも、みんなと一緒じゃないのがいいっていうとこまで言ったじゃん。うん。いやでも、このさ、なんか、いろいろある、いろいろある。いろんなことを考えて、決めたっていうのはあるけど、だから、その、さっき言ったように、その、誰がどこに行くか、分かってからとか、はい、九州学院の、そこにさ、神の大地が青学行くっていうのは、なんか、ごめん、なかった。めっちゃおもろい。それはなかった。俺はでも2年で10分27だから、当時。え、でもほら、まあ、小倉の方が早いし、まあ、心の方が早かった。まあ、そうだよね。まあ、最後に、まあ、橋本も知ってるし、橋本の方が多分俺より早かったと思う、その時は。そう、2年の時は橋本は多分橋本の方が多分25ぐらい持ってた気がするんだよな。2年で時で、俺3年の11月ぐらいに最後13まで持ってったんだけど、ジオン君。そう、まあ、そう、まあ、なんとなく同級生も知り合いいるし、うん、でもインターハイの時にさ話しかけてくれたよ、久保田が。俺インターハイだっけ、いや、久保田だと俺から話しかけろ。でも知ってたよ、そう、うん、そうで、うん、なんかね、多分インターハイの後に、うん、どっちからかは分からんけど、青学だよね、うん、っていう会話から始まったんですよ。で、そうそう、はいみたいな感じで、はいって言ったか分からんけど、おーみたいな、こうなんか、いや、そのスタートリスト見て青学行くやつらがいるっていうのは認識してた。はい、うん、で、声かけたいなと思ってた。普通さ、なんか俺に話しかけたければ呼んでこいよ。そんなやついない。いやいやいや、いるよね。そこでだって俺が青学に行くからっていうのを分かってて、じゃあ亀に話しかけようって思わんよ、普通。俺はそういうやつだったって言うんだけど、いいやつだったっていうことだよね、結局ね。なんか久保田ってさ、なんか俺は久保田一馬みたいな時あった。それこそ県内じゃないですか。あー、それをでもレースで見せる感じだった気がする、うん、あ、走りでね。そう、走りで、いや俺の力どんなもんやっていうのを見せるのはクオだった気がする。いや、というよりその緊張しいなんですよ。そうなんだ。お実はそう、大学の時に実際そんな感じだったけどね。適当だなこいつ、緊張、こっちめっちゃ緊張してんのに。いや、で裏返しだよね。だから、あのなんかこう招集所でこうやってる人とかいいんじゃん。はいはい、無理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 って思って、俺たちが黙り込むタイプだから、こうガーッて入っていくタイプだから、そう、しゃべろうぜみたいな、そういう、だからまあなんだろうね、相手からしたら嫌かもしんないよ。なんか招集所でうるさい人とかすごく嫌だったもん。あ、うるさくはしないよ俺も。ちょっと話ぐらいはさ、平常心でいたいから、なんかこう自分にとってそれがベストってことでしょ。周りとそう話したりすることが、そうじゃあ元は久保田もこうなっちゃうからってことでしょ。そう、だからそれで失敗してるのがその2年、ダーハイ2年で会えないし、その前のもっと前の中学の前中も話しかけれる人なんていないし、俺は喋りたい人、招集所では別にそんな大声でゲラゲラ笑うとかはしないけど、そうね、やばい緊張するわ
っていうのを伝えたい。そう、でも確かにそれ、うん、出した方がいい、ね、そうそう、緊張してる自分をどんどんこう、まあ、受け入れていくじゃないですか。そう、もう そこにいる人たちなんて共有してくれるわけじゃん。緊張するなんて当たり前じゃん。確かに確かに。だから それは喋りたい人、うん、チームメイトがそこにいるとすごい楽、うん、で久保田に聞きたかったのは人生の最高の自分の走りはどの試合？走り？この試合はもう何回、例えば30回チャンスもらってもそのうち1回あるかないかとかっていうレースあるじゃん、やっぱ。なあ、でもそれで言うと4年の箱根じゃね？やっぱ4年の箱根？それは調子があんま良くなかったからだと、まあ最後良かったけど直前良くなかったじゃん、うん、誰のその秘話を知ってる人は、まあ、お前は何とも思ってなかったかもしれない。お前はね、マジでなんか、かまってちゃんだなぁと思って。だから、あれは、そう、はい、で人生で一番不調だったし、そうだね、うん、そう、あのこれは大学4年生の時の箱根で、前の12月頭、結構いい練習できたよね。そう、いい練習。その後、結構トップ疲れが出て、そう、クリスマスぐらいからすげえ調子悪かったよ。前ぐらいか、20日前ぐらいか、そう、5キロ2本やった、外した、外した外したやん、だから5キロ2本が12月20日ぐらいや、うん、もうその辺からダメ、普通合宿あたりからダメ、全然で、原監督もね、最初のオーダー発表で、ね、1個下田だったよ、これは1個は絶対下田じゃないと思ったけど1個下田って発表されて下田で行くんだと思って、で、2区一式で、3区はもう秋山入ってたっけ、入ってたで、4区も田村数もあんま良くなくて、そう、田村か久保田っていう発表のされ方、その時ね、うん、4区でね、そう、それがだから12月の26ぐらいだよね、多分ね、もうだから1週間前、27が提出日だから、28だもんです、あ、じゃあ20、その日よ、その日の前の日だ、前の日だっけ、うん、その夜、あ、発表は、だから俺がダダコンですから、はいはい、29のエントリーの直前ぐらいにはもしかしたら久保田戻るかもって言って一回下田も外したんだよね、1区も行けるようにしたけど、違う、その発表終わって、うん、次の日の朝や、ああ、に朝練によ、各自、はい、スライダーは何周か、めっちゃ調子よかった、確かに俺なんであんた久保田の心配してなかったんだろう、まあ俺も自分でいっぱいいっぱいだったのもあるかもしれんけど、なんかこいつやってんなーって感じだったもん、めっちゃ調子悪いフリストリーやんみたいな、でも絶対久保田は俺は合わせてくるってし、なんとなくなんかこう思ってたし、こんなとこで調子悪くてこれダメでしたってなる男じゃないでしょっていう信頼感が多分あったから気にしちゃった。そしたらやっぱ29、30、31ってなったらどん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 日に日に良くなって、1月2日当日は絶好調だよね。そうか、それはさ、本当に身体的なものだったのか、なんかやっぱメンタル的な疲れだったの、どっち？メンタルだった、ね、結局そっちだよね、だから上がってきたってことじゃん、多分、多分全日本が食らってた、結構、いや、俺のせいでもね、いやいやいや、お前のせいじゃないから、誰が何と言おうとお前のせいじゃないから、俺もやらかしてるから、いや、久保田は、もう校長だよね、4区間ちょっとね。4区区間賞で負けたけど、桜岡に負けてきた、1秒負けてましたんだっけ、違う、もっと20秒ぐらい、2、30秒負けてきた、え、久保田って1位まで持ってかなかったっけ、1位抜いて、そっからもう抜いて終わったの、で最後スパートでピューって離されて20秒までいってないから、いや20秒絶対いってないよ、うん、15秒ぐらい負けた、10秒とか15秒で、下田がそれを追いついたんだ、追いついてくれた、でも区間賞だもんね、まあ、区間賞だった。あの時はなんかもう、そうか、確かに区間シーンにとらわれてたからダメだな。久保田が確かにそこで15秒開けられてるのは久保田のせいだ。そう、あ、そこでね、カットかなきゃいけなかった。多分原さんもう、あ、でもすぐ言ってたもん。そうそう、俺に、俺がまあアンカーで抜けなくて、25秒差ぐらいでもらって、まあ、東洋の上村アンカーで、まあ、確実にカメラ逆転するだろうっていうストーリー出来上がりましたってなったのに、まあ、結局俺30秒ぐらい離されて1分差弱で負けたんだよね、トヨにね、その時に久保田は真っ先に俺のせいだって言って俺に言ってきた、
でもね。使えない。まああれはね、確かになんか4年全員がね、なんかそのまあなんかこうみんなちょっと入ってたよね。そう、あの入りすぎてたよね。入ってた。そう。まあ確かに4年多かったもん。だって心も出て、橋本も出て、もぐらも出て、俺と久保田も出て、うん、っていうか、うん、そう。なんかもうね、リズム優勝、なんか三冠がこう重かったよね。あの時はなんか、やらなきゃいけないみたいな、なんか義務みたいな、うん、なんかやっぱあれ普通じゃなかったよ。だってスタート前ってか前日止まんじゃん、みんなで、うん、その時がやろうお前のところでみたいな。で普通の青学だったら俺がじゃん、うん、俺が決めますよみたいな。あ、みんなが、ね、それがなかった。あの時は久保さん聞いてくださいよみたいな、そんな流れだったからダメだった。あ、なるほどね。多分もう、しかも俺ももう3日前からめっちゃくちゃ足痛くて、もうそれどころじゃなくて、名古屋行ってからもうあのモチベーションのスタッフにずっともうケアしてもらって、あのな、全日本な、俺人生で一番悔しいですかもしれない。まあその、うん、まあマラソンもあるけど、やっぱあの時のあの悔しさは俺本当になんか悔しすぎて2週間ぐらい立ち直れんかったもん。箱根で注目されちゃったっていうのもあったし、まあ、なんかいろんなね、重圧を多分みんな抱えてしまってたよね。そうだね、うん、まあ、調子も悪くなかったし、あの時の最善のメンバーだったと思うし、メンバーはね、しかも選ばれし8人だった気がするけどね、あの時もね、相当みんな良かったし、状態やっぱメンタルの競技だよな。まあそう、あの全日本なぁ、だけやりましてぇな、人生で。でもあそこで負けたから箱根のかい、そのあれ、ね、完全優勝につながったっていうのも、まあ、あるんだけど、うん、それはあるんだけど、でもまああれがなかったら俺はあの不調もなかったなって思うけどね。その時にメンタルつかた。一番の人生の会心のレースは4年の箱根。そうね、流れも含めてやっぱりいろんな思いは、あの4年の時も店に行ってたもん、レースね、自分のレースをなんか6号橋の後で差し掛けてさ、いや、あれサングラスもなんか最後上げてさ、上げてたよね、最後上げたよね。しかもさ、スタートの時も上げてたよね、なぜかで、2キロぐらいして下がってて、ね、普通スタート前にもうしとけよ、開けましておめでとうございますやろ、お前。そこの余裕とかね、やっぱね、読売の本社でさ、スタート前に監督から一言みたいな。ああ、あるね。そうだよ。よくあります。なんか、まあ、みんなね、挨拶っていうか、そのレース展開とかを聞くわけじゃん。なんて言われたの、監督に。いや、俺座りながら、原監督に、なんかありますかって聞いて。なんて言われた。秒差が欲しいって言われて。ああ、言われたんだ、結構。あ、言われた。秒差が、まあ、でもあの時ね、原監督、箱根の特集でも1区が全てって言ってた。そうそう、曇ったんだ。そう、調子悪い時だよね。1区ですね、みたいなこと言ってた。箱根、もう一つの箱根駅伝ですよ。ベラベラ喋ったよ。結局言うんかいってね、久保田調子悪いこと。でもそう、あのもう一つの箱根駅伝も忘れられないシーン。前の久保田話したけど、まあ青が、東洋がさ、全日本勝ってるから、うん、まあ東洋 VS 青学っていう、まあ、割と構図だったと思うね。東洋の佐賀さんに。でエントリーの変更でさ、うん、で久保田が1区入るじゃん、うん、4区に田村和樹が入ったの、うん、入ったんだけど、だから1音だけ変更してんだよね、うんうん、そうで2区に一式、3区に秋山、うん、4区田村和樹が変更で入った。で俺5区そのまま覚えた。青学の青学もまあ3区ですよねみたいな、まあ、3区は下田ですか田村ですかって言ってさ、担当の人に、いえ秋山です、本当ですか声裏返ってさ、だからさ、本当ですかって。いや、じゃあ調子いいんだっていうシーンを俺も忘れられない。言ってたやつさ。で、しかもその後に原監督が1区弾まじゃなかったですね、で3区ですか。だからまあ東洋は3区に青学が一色が下あ田村和樹が下田が来ると思って、東洋は3区に弾まを当てたんだけど、1区は久保田で3区の秋山のままで4区に田村っていう、東洋は1区に上村にして3区に弾まを持って
で、原監督は、まあ、サッカー、今日は気温が上がるから、後半伸びませんよって言った。で、東は気温でやられて、最初の動きを俺に、べったべただったのに、2本。で、後半やっぱ伸びなくて、秋山監督こそ、かわいそうした。そうそうそう。で、まあ、青学はもう完全に流れだったんだけど、あの時の区間配置とかは確かにな、不良だったよ。神がかって。でだね、秋山も直前の5キロ2本で20本勝ってるからね。あ、大丈夫ですか。まあ、そこに何か言う人はいなかったよね。いや、ね、うん、それはいないでしょ。絶対言うもんね、あのメンバー決めた後、うん、これを決めたのは俺だから、これは絶対俺の責任だから。で、結局その選手がやっぱ走るから、うん、まあ文句言われなかったんだよね、うん、あの時は外に。で、今桑田監督は結婚して子供は2人いると、はい、これから結婚する俺に何かアドバイスある？結婚するしねえか結婚するかもしれないみたいな、親のね、圧がすごい。あ、いや、圧というか、まあ、圧じゃないけど、そのもう結婚してほしい、実家に帰ったら話すことはいっぱいあるのに、その話から入る。それ言われるとさ、逆にしたくない。俺その反抗したくなるから。いや、そういうのは面白いですね、別に。どうでも、そこはどっちでもいいと思うけど。で、別に、悪いもんじゃないですか。結婚して良かったってことか。ああ、別になんか、何が変わったがない。あ、まあね。あ、まあまあ、それはもちろん、その、土日子供と遊んでとかっていうのはなるけど。でもちゃんとパパしてたもんね、今日もね。パパーって言ってたんですよ。パパ今日帰ってこないの。今日借りるね、パパ借りるね。まあまあそれもね、奥さんのおかげなんですね。せいやさんとかも本当奥さんのことでやったんけど。この間だからインスタでさ、せいやさんの奥さんのインスタでさ、あの子供がめちゃくちゃ泣いてんのに、あのせいやさんはいびきかいて寝てるのが尊敬って書いてある。そういう人なんだよ、せいやさんって。それ嫌味じゃないって言われた。本当に尊敬。本当に尊敬。子供がさ、まあ、あの女の子だけどさ、子供は肉じゃられたりさ、どうすんの？その時考える。今は別になん、パパは走ったんだよとかはない。あ、でもなんか、うん、走るの上手ってなんか言ってるから、なんとなくは分かってるかなみたいな。今は別に何もあるしない。まだね、なんかやっぱ3歳からとかが多くて、教室とかは何、まあ、近くに何があるかも今調べてるけど、はい、はい、うん、いやー、久保田が結婚して子供いるの信じられねえよ。だから俺もお母さんから、例えばその誰かが、この同期の誰か結婚するとか、他の選手が誰か結婚するとか、ニューイヤー記念とか見てもさ、その解説が言う、アナウンサーの人が言うじゃん、うん、結婚して子供ができてとかっていうのが出るたびに、誰々くんも結婚して久保ちゃんも、あ、俺の母さん、あ、久保ちゃんも、久保ちゃんも言うんだけど、久保ちゃんも、こうで、久保ちゃんはあいつ、その、だからしたくないって。そういう時は来るんやね。いや、もうないでしょ。と、せやさん来ると思う。近畿はない。ああ、まあでもこういうのタイミングだからね。いや、ほんとそうですよ。あと、久保田監督に聞きたい人は、M&A ベストパートナーズ、カニはある？ないです。ない。なかった。選手ニューイヤー、ニューイヤー君1個ある。ない。ない。ない。それだけははっきりしたの。それはさ、はっきりしてる一番のさ、あれは何なの？やっぱ体がもうダメ。もうダメ。ボロボロすぎと。やっぱ痛い、痛い。その怪我する。怪我がやっぱ出てくる。痛いし、抜けるし。あんなんか楽しい。まあでも陸上には別に携わっていきたいと思うでしょ。まあ、携われるのであれば、できる限りやりたい。レトランニングラブの福岡だからやってよ、ね、だってこれ、ね、立ち上げの連絡コーナーやったレトランニングラブ福岡、イン福岡やるね、久保田代表で。もう今久保田の承諾だから加速、ね、するよ。決まったから加速するんですか。最初5人でも10人でもいいから始めよう。うん、うん、ね、まずイベントやってください。
まあその立ち上げ前のイベントは俺らも行くわ、うんうん、それ大事だよ、俺らもやったし、うん、プレイイベント、うん、でこういうのやりますって、そう、その反応は見たいよね。かだったらさ、やっぱおごり、おごり公園かな、うん、そんなに困らない別に、平日の夜、まあ、まあ、そなんでも確かに人多いから広いしね、道もね、そんなになんか人に迷惑かけるあ、まあ、うん、まあ、普通にクラブ活動してるし、ね、うん、これ見てくれてる福岡の人入ってくれるでしょ。そうね。なんか向いてると思うマジで普通に。この間コーダがレトの合宿来てくれて、だスピードだけかな。まあだからコーダは A は引っ張れる、A チームをサブ3のチームを引っ張れるルーキーまでは戻さないとダメだよ。そうね。僕 A 引っ張れませんわ。ダサい。それはダサい。せやさんなんて別に一番上のチームを引っ張れるから。そう。だって来週、来週マラソンで2時間半切るから。え、マジっすか。チャレンジ、チャレンジ。どこっすか。徳島。おお、すげえ。俺がゲストランナーの大会に行って。おお。ビヨットでベスト2時間。28。28らしいから。2年前だよ。2年前。久保田がそれでまたなんかフルマラソンチャレンジとかは絶対いい。それも一緒になんかみんなと、うん、その会員になって福岡のレッド入ってくれた人と一緒になんか上がっていくみたいなのはすごい面白そう。いいっすね。そう、面白そう。だからその代わり久保田も頑張らない。ちょっと頑張らない。ちょっとというかその熱量をやっぱそこに持っていかないと普通に。イベントがあると走んなくて思う。で、月2回練習会あればちょっとやっぱ練習しようってなると思う。そこにさ合わせてさ、まあ、昔からですけど距離走に何がありなんですよね。あ、でも距離走しないよねレトってね、あんまりね、うん、ああそう。で、まあ、週末に俺らはタムケンデンっていうのやってて、うん、その週に何回か、うん、あ月に2回か月に2回別で、そこに結構ロング入れてる。あ、ホリホリレンかそうそう、ホリレンかにすればいいよ。だっているじゃん別にさ、うん、なんか市民仲良くなったその元選手とかさとかにバイトで来てもらって、そしてもらって、やっぱその市民ランナーの中で仲間同士が集まる練習ももちろんいいんだけど、でもこっちがやる練習はやっぱり何秒でちゃんとこう決まった練習ができますっていうのは、やる側からすると、参加する側からするとその安心が担保されるから、ついていけばいいしさ。これが1月のやつ、合宿行かせてもらって、やっぱ確かにちょっと僕やったもんね。最初から早くて、ね、そう、なんかでもなんかきついとかじゃなくてちゃんとやんなきゃってなった。あのそう試合間ぐらいの気持ちでいった、まあ、ちゃんとやんなきゃっていうのもみんなが本気でやっぱそこに緊張感を持って本気で臨んできてる。いや、ほんと。そう。ほんとそれ。だからまあ、文句というよりも、やっぱもうその、やっぱこなしてるんだよ、みんな。うん、本気でそこに来てるから、ちょっとやっぱ、ね、5秒ぐらいずれるなら、やっぱその人たちからするとね、その5秒ってすげえ大きくて、だって俺らがさ、じゃあ、レースで3分で引っ張ってもらうときに2分55秒になったら、やっぱイラッとするのと一緒で、まあ、それ仕方ない。思ってたより部活ですごかった。あれは、ほんとに。なんか、真剣になった。部活とサークルが混ざってる、うん、そう楽しい時は楽しいし、しっかりいる時本当にしっかりやるから、そのメリハリが、うん、多分あのレトの俺はすごいいいところだと思ってて、あれが本当にお茶だけの練習も簡単に離れて、うん、じゃあ飲んで終わりっていう風潮ができたらどんどんやっぱそういうのに流れていっちゃうじゃん絶対。新しく入った人びっくりするんじゃないかなって思うぐらい。それはね、うん、毎回言われる、うん、新しく入った人が引くいい意味で引くっていうね、そう引くっていうのが始まる。ちょっと引いたもんね、もう引いた、うん、ああそうなんだ。引いた、ね、引いた、まあ引いた分いい意味での引いた、ちゃんとやべえやらなきゃと思って、なんかあそこまでみんながこう人、まあ、人生かけてる方々も分かんないけど、そのなんか熱量はすごい高いよね。だから熱々だもんね、まあ、練習会のなんかすごいだな。そもそもあの合宿にあんなに人が集まるのがすごいと思うし、それはね、本当俺らもなんかあのああいうチームを狙って作れない、うん、から俺らは本当によかった、恵まれたというか、その
いい人たちが入ってくれたおかげで、やっぱ1期のメンバーが、そうね、多分やっぱチームの色を作るから、うん、そう、本当に1期の人たちがやっぱ良かったっていう。じゃあ、お連れさんですか。あ、最後、クノブラなんか言っときたいことある言っときたいことあるない、あ、ない、今後の目標とか、走れるようにちゃんとなります。確かに、この間の1月来て、今日、久保田とイベントしたんですよ。イベント手伝ってもらって、で一緒にやったんですけど、一番最初、久保田が控室入っていくときに、あ、こいつ走ってねえなって、あれから全然走ってねえなと、すぐ分かるし、ね、話したいことある。いや、ない。だって俺、質問されるからし。OK です。コメントお待ちしてます。